こんにちは、ガジナタマです。今日の話は野菜の冷凍ストックをします。はい、行きましょう。畑で美味しい野菜を食べるのが嬉しいですけど、冬に野菜のが少ないですね。冬にも美味しい野菜食べたいでしょ。だから野菜を長持ちさせるのがいいです。いろいろする方があります。じゃがいも、かぼちゃ、にんにく、玉ねぎは一番簡単です。乾燥した換気の良い場所に置くだけです。他のする方は油でか酢でか発酵もできます。乾かすもできます。今日は野菜の冷凍をします。今日パプリカとピーマンいっぱいありますから、これをします。いっぱいあるから最初はちょっと近所にあげます。日本人が優しいです。いくら気にしないでください、いっぱいありますから全部食べられませんか、捨てたくないから食べてくださいと言ったら、あとはいつも何かもらいます。野菜あげるときは何ももらいたくないですけど、いつも何かをもらいます。日本人ですね。じゃあスタートします。最初パプリカとピーマンちゃんと洗います。傷があったら冷凍にしません。今週を食べます。そしてちゃんと拭きます。冷凍庫にするから水がないのがいいです。だからちゃんと拭いてください。次はいらないところを切ります。種と尻尾、このいらないところが鶏にあげます。今から全部小さく切ります。いっぱいあるからちょっと工場の感じがあります。あと最後はフリーザーバーグに入れます。今から一番大変です。冷蔵庫に場所を見つけなければいけない。はあね、アイスクリーム全部食べたら場所ができるね。今日終わりです。質
問があったらどうぞ。いつも下手くその日本語すいません。頑張ります。ビデオを見てくれてありがとうございます。チャンネル登録したら嬉しいです。またよろしくお願いします。